こんばんは。えー、っと、今日は動画ね、撮ってて、もう正直言って、もう王の時代関係なくなってますね。私の個人的な、春なりつこの個人的な知識と、皆さんへのメッセージ動画になってますね。もう笑っちゃうわ。ただ、もう本当にもう私もいろんなことを知っているので、皆さんの生き方見てて、まあおせっかいだなって思うけど、 いや、これまずいよねって思うことたくさんあるんですよ。例えば今日、腰痛でも話しましょうか。ねえ、私、腰痛を散々治すの得意な人だからね。腰痛って何で起きますか皆さん。考えてくださいよ。ねえ。背中丸めてるから起きるんですよね。うん。硬いから起きるんですよね。動かさないから起こ,でき起こるんですよね。腰は一番ど真ん中で太い腰骨が。 全身を支えてるわけですよ前に倒れないよう、後ろに倒れないよう、横に倒れないようね、あの腰が支えてるんですよ。この腰のあり方が狂ったから痛みとして出たわけでしょ中にはねあの、大腸がん、胃がん、こういったものを隠れてて痛い人ももちろんいますよ。だけど、ほとんどの人がそういう痛さじゃないですよね。で、腰痛体操ってあります。足をね、曲げて、両手広げて、 あの足をね、腰をこうねじるように、ね、することによって腰がほぐれるんですよ。ゆっくりゆっくり息を吐きながらね、吸いながら左右に倒すことによって。これはね、本当にあの進めた人全員がぎっくり腰を起こさなくなってるんで腰の痛い人はやってほしいと思います。で、今ここでね、私がやったところで真っ暗でね、皆さんに見せることができないから何かの機会に動画あげましょう。で 王の時代は運動療法というののが医療療つになります運動療法っていうのはあの体操、ね、運動することによって病気を治すという方法なので肩こりとか腰痛はこういったもので治ってもらうしまうと思いますよ。私も肩ね痛いのあるけどこれ治しますから自分でね。で五十肩やなんかね見るとあの鎖骨と肩甲骨ずれてる人がいるんですよ。 こういったところをね直そうとするお医者さんちょっといないのでねまあ自分で調整するしかないんですよねこういうものはねこの辺もいつかね絵を描ける人がいたらまたはね動画撮れたら上げてみましょうで腰というのはあくまであの背骨ねこう骨が乗っかってる間に軟骨があるわけですよで本来ね お腹側の軟骨開いてるわけですよで腰側の,の背中側の、ね、軟骨縮んでなきゃいけないものが背中側が開いてお腹側が縮んでるから痛くなってくるんですよねだからあのこう腰腰が痛い人ってね前傾姿勢だからこう胸を起こそうとするんですがそうではなくお腹のね中を開くような ことを意識してほしいんですよね。背骨のお腹側の骨をこうぐっと起こすような姿勢をすることで、背中の腰縮みます、縮んで緩みます。緩めば自然とね痛みは改善してくるので、あと硬さねこれは体操で緩めてください。 で日頃からね、やっぱね、腰を使わないといけないんですよ別にフラフープしろとは言わないですよね。80、90のワンちゃんにフラフープしなさいって言うとね、これ虐待になっちゃうからね、うん。でもね、ちょっと腰振って体操するぐらいの、運動する、ねダンスするぐらいの気持ちは大事ですよね。私も腰振ってフラフラ、フラフラ。あのなんか なんだろうな、あの、えっ、ー、と、リオのカーニバル的な、あんな感じのこう踊りができるようになりたいなんてひそかに思ってるんですけど、なかなかね、思うようにはいきません。でも腰って、やっぱり動かすことで状況変わるので、うん、動かしてほしいと思いますね。で、通勤電車で乗ってる人って腰痛いないっていうんですよ。 あの微妙な電車、ね、バスとか電車でガタ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 動くものに対して常にこう調整をしている、えー、と倒れないようにあの腰がバランスをとってるらしくてこれがいいらしいんですよねだからぎっくり腰を起こす人っていうのも条件がどんどん狭まってくるんですね通勤電車で通ってないとかあのいつも、ね、座った姿勢であるとか腰を使わないとかねあのいつも。 あの背中丸めているとかね、いうようなあのー、限定でなっていきます。だけど、腰が痛いのは辛いですよね。本当に、うん。温めることも痛みが変わります。温めてください。あとはね、筋肉切っちゃうんですよ、みんな。 硬いね、あの、もう、硬く筋肉をしてしまって、でちょっと何かの拍子に、まあ、特にね、掃除機って言いますけど、掃除機のかけた時にピって切れてしまうって言いますよね。切れるまで硬くしちゃダメですよ。やっぱりある程度、腰は動かして柔らかくしとかないとっていう話をしてると、すでにもう腰が痛くなってくるんですよ。不思議なことにね。うん、痛みまで発生するっていうね。 不思議だだなあ腰の話してるだけで私も自分がねぎっくり腰やったりあの腰が痛かったのを克服した人間なんで腰はあのよく動かしたりこう背骨をねこうクっと中に入れて姿勢良くすることで改善していきますあとはあのお腹の状態が悪いと腰が痛いですね腸の状態ね 要はおな、まあがパンパンにガスで張ってしまって大腸菌によって、ね、ガスで張ってしまうと背中の方にグーッと押されてしまうので、まあ、これは痛みの原因でもありますお腹も改善しましょうお腹の肉を取るってよくあるけどまずね腸の中に溜まったあの便を外へ出すことが先ですお腹の中に溜まった便があの熱を持って 熱を発するんですよ。ガスを発するんですよ。で、パーンとお腹が張ってしまう可能性があるんでね、腰の方にも影響が出ます。あと、腰っていうのはあの、首と相関してるので、首の状態、首と腰で体はバランス取ってますからね。ここも意識してください。で腰痛に効く食べ物ありますかって聞かれたこと一度もないですけど。 ああそか甘いものはあんまり良くないですっていうのは甘いものって全身の筋肉緩んでしまうので口にした瞬間やっぱり筋肉緩むと支えがなくなりますから腰に負担かかりますよねあと塩塩しょっぱいもの食べると筋肉固まるんですよ硬くなれば硬くなっててまたトラブルを起こすのでしょっぱいもの好きとか甘いもの好きはちょっと考えた方がいいですよバランスよく食べましょう えー、満月に、えー、と動画を撮らせてもらいました。今日は腰痛について。はい、ではまたね。